はい、詐欺好きな新潟人の飲酒動画始めていきたいと思います。今回はね、アサヒのスーパードライのエクストラシャープというのが新しく出たっぽいので、買ってきました。これ美味しそうだよね。あの超辛口、アルコール度数 5.5% 限定醸造、氷点下でろ過するエクストラコールドろ過製法だそうです。限定醸造、累計35億箱突破記念だって。非常にうまそうなんだけどね。これうまそうだな。超辛口。ね、うまそうですよね。原材料が麦芽とホップと米とコーンとスターチとなってます。冷凍庫に入れないでください。凍結する場合があります。これ多分氷点下でろ過するとか書いてあるから、氷点下でもいけるような雰囲気を出してるから、これ書いてあるんだと思うけど。まあいいや。これは期待ですね。うまそう。すげえうまそう。ただ限定醸造か。スーパードライ。超辛口。ベビースターラーメンおつまみ食べまーす。そんじゃ乾杯。3月の31日発売。昨日ですね。ちょうど発売したのか。ちょうど発売した時に買ったんだ。うん。うん。スーパードライの普通のやつよか、なんだろう。辛口になってる気がする。あんまりわかんない。強い刺激と研ぎ澄まされた切れ味。高めのアルコール度数。うん。なんていうかな。なんですかね。うん、味がね、ドライになってるわ。多分。うん。多分ドライになってる。と思うよ。うん、僕は。うん。多分ね。多分ね。うん。いや、なってるな。超辛口。あ、これはね、あれだ。なんかね、辛いっていうか、スーパードライだと、普通のスーパードライだと結構コクがあるんですけど、それがなくなって、代わりに、ちょっとなんだろうな。辛口になってる。辛い。うん。辛いっつうか、ドライっつうか、別に苦さとかはないんですよ。苦さとかは別に特にないんです。普通のスーパードライの味と同じなんですけど。なんていうか、辛い。
アルコールの辛さなのか、何なのかはわかんないんですけど、苦いとも違って辛いっていう味ですね。なんかちょっと、なんていうかな、難しいね。まあただスーパードライに比べたらコクが少なくなってるというのは間違いないでしょう。多分。てか甘さが減って、スーパードライにあった若干の甘みっていうのがなくなって辛みに変わってる。って感じですね。これ美味しいですね。普通に美味しいでしょ。まあでも、まあ限定醸造にしてるってことは多分、おそらく、まあ製法的な意味で、ちょっと金がかかるんだろうね。美味しい。普通のスーパードライに比べると、まあ、スーパードライ普通のやつもうまいんだけど、ただ、また違った、まあ、なんていうかな、暑い日に飲みたい。って感じ。かな。まあでも普通のスーパードライでも暑い日に飲みたいっていうのはあるんだけどね。確かに。確かにあるんだけど。余計になんか。大体炭酸が結構強いのか。いや、そういうことでもないのか。かなりドライになってますね、味がね。甘さがだいぶ消えてる。多分結局ね、甘さが多分消えたことによって、辛さが、あれなんだよ。辛くなったと、多分、勘違いしてるというか、そういった、なんか、あれなんでしょうね、多分ね。多分ね。これ美味しい。ただし、あんまり苦味がないので、って感じかな。うまいんだけどね。うまいはうまいんだけど、個人的に言うと、もっと苦味が欲しい、とは思いますね。あんまり苦くないんだよ。でもやっぱりかなり辛いですね。辛い。辛さが。
これは、何でしょう。もうちょっとうまいかなと思ったんだけど、まあ、でもエクストラシャープっていうぐらいだから、超辛口のスーパードライっていう、そのあれでは合ってるよね。非常に。その名の通り。確かにかなり辛口です。うん。まあ、コクはないでしょう。コクはほとんどない。甘みもなし。香りに至ってもまあほぼない。ってこともないけど、まあないか。うん、あんまりね。2134です。ご視聴ありがとうございました。